おはようございます。おはようございます。おはよう、しんじょくん。今日は大変だよ。え、なんでですか？まあ入院とかいろいろあるんだけど、なんせ今日はあの人がいるからね。あの人？うん。あ、それってもしかして？おはよう。あ、井出さん、おはようございます。研修お疲れ様でした。 ありがとう。いや、長い間開けちゃって申し訳なかったね。大変だったでしょ？あ、まあ意外と大丈夫でしたよ。ああ、そう。まあそれにしてもめちゃくちゃ有意義な研修だったよ。うん、まあ新しい発見もあったからさ、またみんなに還元していくよ。ぜひよろしくお願いします。さて、今日も頑張りますかね。この人は井出さん。とにかく医療のことが大好きで、知識量も豊富なのだが、あらゆる言動にプライドの高さがにじみ出ていて、他のスタッフからは若干煙たがられている。最近は長期の研修で病棟にいなかったけど、どうやら今日から復帰するようだ。正直井出さんがいない期間の方が落ち着いて仕事できたんだけどな。あの人に目をつけられると厄介だし、今日はなるべく関わらないように仕事を終わらせよう。うすたくん、久しぶり。おー、井出さん、お久しぶりです。どう最近は、ちょっとは成長できた？もう毎日皆さんに怒られてばっかりで。まあ、まだ自信を持った仕事できてない感じか。もう自信なんて、もう毎日目の前のことで精一杯ですよ。あ、それはさ、知識量が不十分だからだよ。知識ですか？そう。誰にも負けない知識量さえあれば、もっと自信持って仕事できるようになるって。実際俺もそうだったし。お、あ、そうなんですか。うん。はい、ここで問題です。すすたくんが今作ってるこの点滴、何のために投与してるでしょうか？あ、そうですね、あ、まあ、抗生剤なので、感染症に対して投与してるんですかね。うん、20点。え、感染症に対して抗生剤なんて当たり前のことじゃん。その先、なんでこの薬剤を選択してるかってとこまで深掘りしなきゃ、その知識が君を支えるからね。おお。じゃあまた調べておいて。あ、ありがとうございます。一緒に作ってくれるわけじゃないんだ。伊勢田さん、おはよう。あ、おはようございます。今日から復帰ですか？うん、俺がいない間気抜いてなかった？大丈夫です。で、この患者さんは？あ、昨日 ICU から転入された方です。しかも？くも膜下出血の患者さんです。あ、ザーか。ちょっと CT 見せてくれる？はい。あー、なるほどね。じゃあ次 MRI。 はい。ちょっと借りるよ。はい。ああ、ここがね、これ、なるほど。OK、ありがとう。じゃあ今日よろしく。よろしくお願いします。え、今の何ですか？ただの画像見れますアピールでしょ。ああ、なるほど。はい、それでは、本日から井出さんが病棟に復帰されます。まあ、患者さんもね、変わってますんで、井出さんとはいえど少し不安な部分があるとは思いますので、もしよろしければ皆さんを頼ってください。よろしくお願いします。いや、なんだか新人に戻ったみたいな気分だけどさ。あ、まあこんな堂々とした新人いないか。ねえ。まあ冗談はさておき、今日もね、早速、まあ、院内の研修に行かないといけないんで、まあ、途中ちょっと抜けるタイミングがあるかもしれないんですけど、その際はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、まあ、みんなでフォローしてやっていきましょう。今日も一日よろしくお願いします。よーし。さて、とりあえず剣を回るか。八田さん、失礼します。おはようございます。おはよう。朝の検をさせていただいていいですか？調子はお変わりないですか？まあ変わりないんだけどさ、俺まだ退院できないの？まだですよ。血糖値のコントロールがまだできてないですもん。いやいやいや、最近な、落ち着いてきたって先生言ってたぞ。確かに落ち着いてはきましたけど、元々がめちゃくちゃ高かったんですよ。そんなことないだろうよ。そんなことあるんですよ。八田さん、失礼いたします。あ、なんだあんた？看護師の井出と言います。
八田さん、血糖値が高い状態っていうのはいろんな疾患のリスクになりうるんですよ。例えば血糖が高い状態が続くと、増えすぎたブドウ糖が血管の細胞に入り込んで活性酸素を発生させて、それが血管壁を傷つけることで動脈硬化が進行して、それがさまざまな血管障害を引き起こしてしまうんです。ああ、そうなのか。なので血糖コントロール頑張りましょうね。では失礼します。なんか変な兄ちゃんだな。そうですね。ちょっと新庄君。お、はい。たまたま会話が聞こえてきたから思わず割り込んじゃったんだけどさ、患者さんと談笑するだけが看護師の仕事なのかな。いや、それは今の患者さん全然自分の状況を理解できてなかったよね。しっかりと今の状態とそれによって引き起こされる疾患のメカニズムだったり治療の必要性を説明しないとダメじゃん。はい、すみません。そういうのもさ、医者に任せっきりじゃダメだからね。頼むよ。はい。早速始まったよ。確かに言ってることは間違ってないのかもしれないけど、わざわざ病室まで入ってきてやることかね。八田さんだって半分冗談で言ってたようなもんだし、あんな勢いで来られたら逆に引いちゃうよ。相変わらず厄介だな。はい、打線病棟です。はい、 CT ですか。あ、わかりました。はい、行きますね。お疲れ様です。どうすかな。あ、先生か先生か。はい、はい、あのさ、はい、山崎さん CT 呼ばれたんだけど、いける。あー、ごめんなさい、ここからオペ出しなんですよね。分かった、すいません。ゆずきさん、今手が空いてたりしませんか。ごめん、今から処置会場入る。そうですか。さてさてと。あー、井出さん、今 CT 呼ばれた患者さん。じゃあ俺今から研修行ってくるね。俺の受け持ち患者よろしく。わかりました。相変わらずタイミング悪いっすね。研修から戻りました。お、羽村先生お疲れ様です。おー、井出くん戻ってきたんだ。はい、結構面白い研修でしたよ。そういえば研修先で愛知夏目医療センターの中川先生に会いましたよ。あ、本当元気そうだったんだ。元気そうでしたよ。ほとんどこっちの話ばっかりでしたけどね。相変わらずだね。いや、でもしっかり仕事はされてるみたいですよ。この前も症例報告アクセプトされたみたいで。うわ、あいつも意外とちゃんとやってるんだな。そうですよ、田村先生もサボってちゃダメですよ。別に俺はサボってねえよ。サボってるじゃないですか。おいおい、周りを見ろよ。この忙しそうな状況でよくおしゃべりできるな。しかも自分医者ですか満載で喋ってるけど、お前は正真正銘看護師だ。まずは目の前の看護師の仕事をしろ。話はそれからだろうが。井出さん、今大丈夫ですか。おう、なんか聞きたいことでもあった。いや、さっき前田さんからコールがあって、頭痛があるので痛み止めが欲しいとのことでした。痛み止め、はい、いや、ちょっと伊勢川さん、なんで頭痛があるかってとこまで考えなかった。いや、その痛みがあるからすぐ痛み止めって医療職として不十分な対応だと思わない、うん、その痛みの原因が何なのかってとこまで考えなきゃダメじゃん。いや、それは、いや、まあ、そもそもこの人の疾患とか、まあ、その辺のことをしっかり理解できてるわけ。そもそもこの患者さん、井出さんの気持ちなんですけど。え、あ、いや、そのなんだ、まあ、自分の受け持ちじゃなくてもそういうことをしっかり考えましょうってこと。うん、分かった。わかりました、じゃあ何、前田さんね、じゃあどんな様子か見ていきましょうかね。あれ、絶対自分の受け持ちってことを忘れてたよな。ですよね。私もあの人無理かもしれません。大丈夫、みんな無理だから。よし、新庄君、そろそろ休憩いけそう。ああ、はい、記録は全然終わってないですけどね。もうね、忙しかったもんね。申し訳ないんだけど、でも先行っちゃってもらってもいい？わかりました。スーサー君も合わせて行っちゃって。あ、わかりました。じゃあ休憩いただきます。いってらっしゃい。はい。それにしても厄介な人が帰ってきちゃったな。ですね。大好きな研修に行ってきたせいか、前より生き生きしてますね。あのまま研修に行っててくれてもよかったんだけどな。ですね。
先。最悪だ、井出さんと一緒に休憩かよ。全然気が済まらないですよ。須田君、絶対に仕事の話をするなよ。あの人休憩中でもお構いなしだから。わかりました。絶対に医療の話はしません。よし、行くぞ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ。相変わらずこの病棟は忙しいね。クソが、お前は何もしてねえだろうが。そうですね。ところで井出さん、もうお昼は食べたんですか？ああ、さっきおにぎり1個だけ食べたよ。え、それだけで大丈夫なんですか？まあ、もちろん満腹にはならないけど、あんまり食べ過ぎると血糖値が急上昇しちゃうからね。午後の集中力を保つためには、多少昼食はセーブするべきなんだよ。あ、へえ、そうなんですね。あ、血糖値といえば、八津田さんの昼の血糖値どうだった？え、ああ、昼の血糖値は津田さんがまとめて測ってくれたので、まだ確認できてないです。いやいや、受け持ちとしてそこはしっかり把握しないとダメじゃん。あの人は血糖コントロールが課題なわけでしょ。だとしたら血糖値の推移は見ておくべきだし、それをご本人がしっかりと把握してるかどうかっていうのも重要な。始まっちゃったよ。せっかく仕事の話からそらそうと思ったのに、結局こういう感じになっちゃうんだよな。だからそれを踏まえて患者さんに指導しないといけないわけ。わかる？はあ。ところで井出さん、さっきから読んでるのって何ですか？ああ、これ、はい、最近医療の現場に AI を活用するっていう研究が盛んみたいでさ、これなんか面白いんだけど、心電図解析に AI 技術を導入してて結構精度も高いみたいなんだよね。まあ俺みたいに心電図に精通してればこういう技術ってあんまりいらないかもしれないけど、勉強不足な人たちにとっては助かるんじゃないかなと思ってさ。でもまだいろいろ課題はあるみたいだけどね。はい。まあとはいえこういう技術ってすごいよね。医療も科学なわけだけど、あ、化学の方ね、化学、うん、それとこう科学の融合っていうのかな。こうしてどんどんイノベーションが起こって人類が発展していくって考えると、その道のプロフェッショナルたちの英知の結集っていうのを感じられて、ますます自分も頑張らないとなって思うし。ああ、休憩が終わっていく。あれ、もしかしてススタ君まだ清潔機は残ってんの？はい、ちょっとまだ終わってなくて。じゃあ今時間あるし手伝うよ。え、いいんですか？うん、じゃあ先部屋行ってるわ。ありがとうございます。すぐ行きます。はい。でさ、こういう塗り方だとあんまり効果がないわけ。たかが軟膏って思ってる人いるけど、れっきとした薬剤なんだから、しっかり作用機序とかもうそういうのを理解してないとこういう使い方になっちゃうんだよね。それだと患者さんにとっても負担だし、俺らもやってることが無駄になるわけじゃん。まあ、だとしたらさ、こういう、あ、やべ、もう何時だ。ああ、もうこんな時間か。ちょっと委員会行ってくるわ。うん、じゃあ今説明したように頼むわ。うん、あの人何しに来たんだ。失礼します。はい、委員会から戻りました。あれ、みんなどこ行ったの？ちょっと井出さん。ああ、柚月さん、今委員会から戻ってきたんだけど、みんな何してるか知ってる？はあ、この時間はみんなおむつ交換に回ってるんですよ。そんなことも知らないんですか？え、ああ、いいから早く来てください。あ、はい。ふう、あとはこの部屋か。おむつ交換多くて大変ですね。しかもスタッフが一人少ないようなもんですからね。ちょっと何やってるんですか？あ、いや、その体を横向きにしようかな。こんなに出てるのに横向けたら漏れちゃうでしょ。普通に考えたら分かりますよね。あ、でもその早く対応してあげる。もごもご喋ってないで動けよ。さっさとフラットシート持ってこい。は、はい。確かに知識は大切かもしれないけど、それだけでは看護師の仕事は成り立たない。なぜなら看護師は人を見る仕事なのだから。